大家请多多支持哦。呀拜呀拜呀拜，没有时间了，快点快点。其实我真的没有时间。今天是久违的约会系列，今天的来宾对象是谁呢？大家期待一下。那我赶快去准备，待会见。在约会的路上，我还没有跟大家讲今天的对象是谁，现在就跟大家说，今天的我的约会对象，爸爸です。你好，弟弟。你好。今天我们的约会系列蛇丸的下一个是跟我爸爸，很奇妙。其实我在日本的时候，因为早就在东京一个人住，所以很少跟家人出去玩。今天是难得跟爸爸约会，而且我们今天去最爱的香南，小时候就常常去那边玩，所以对我们来讲很熟悉的地方，很多小时候的回忆。大家不觉得我们的位置很奇怪吗？我在台湾的时候，如果有人载我的话，我会坐副驾，是礼貌，对不对？可是呢，今天爸爸坐前面，怎么回事？是因为第一天爸爸载我回去家里的时候呢，我坐前面副驾，他说你可不可以坐后面？我不喜欢你坐前面，很奇怪，对不对？所以我今天是坐后面，然后看着爸爸的背，然后跟大家介绍香南です。からどこ行くの？湘南。湘南？江ノ島？変態だ。我的有点意外。没关系，今天的对象是爸爸，丑一点没关系。綺麗じゃない？大きくもあるし。爸爸说快到观澜高手很有名的地方。其实呢，我从来没有看过观澜高手，所以完全是靠我爸爸。すごいな、富士山のね、高く。前の？白い山。上は雲ちゃん。那这就是富士山哎，すごい。海も山もあるじゃん。うん。观澜高手的。踏み切り。等一下。本当、前来た時さ、中華系の人めっちゃいたのに。ねえ、やばい。超綺麗なんだけど。全然スラムダンクに興味ないけど、でも綺麗。やばい。これはやばいね。絶対さ、みんなあの頭の中であの歌が流れてる。知ってる？知らないの？嘘。なんでみんなそのアニメばっかり見てるの？江ノ電通らないかな？本当？やばすぎ。すはい。いいはい。いや、逆光じゃん。車気をつけてあっちだわ、あっちに電車がある。わあ、本当に綺麗だね。靴平気なの？靴
我这个球鞋还有爸爸也是爱球鞋的人，所以不太想进来这边。可是太美了，还是下来了。天哪，なんでそこにいるの？でも誰もいないっていう。可能是因为海边附近长大，所以每次都回来看看，就有一种很怀念的心情，复杂的心情，想到很多回忆。鎌倉高校駅前。え、本当だ。现在才发现有人在这里画画，哎，すごいね。誰が描いたのこれ？我们回到车上了，然后呢，差不多中午了，所以我们去吃午餐。妹妹，お昼は何食べますか？お昼はしらす丼。え、しらす丼？この辺にある？江ノ島。あ、江ノ島。那我们决定。江之岛吃布拉希。我们到江之岛了，现在过去吃午餐。哎，大家看一下，江之岛的很多海鲜的店。パパ何センチだっけ？え？そう？え？生シューズもあるの？我们现在在看刚刚拍的照片，我拍的真好，爸爸拍的还 OK。なんでパパのカメラライブモード？あ、そう。ライブモードってこうやって動画が見れる。もうなくなるわ。爸爸嫌我护手霜很臭，明明就很香。其实是那一种香蕉味。我觉得没臭气。ネギトロ。アボカド。アボカド、マグロ。わ、半熟卵大好き。いただきます。マグロ美味しい。マグロ美味しい。うん。うん。めっちゃ美味しい。甘で美味しい。ないの？あ、ネギトロも美味しい。シラス丼美味しいよ。生シラスはあんまりだけど。もう食べるの？あ、いや。爸爸每次都在吃一半的食物已经吃完，吃超快。足りない？足りるでしょ？うん、ちょっと八分目ぐらい。やば。お疲れ様でした。今天爸爸说吃不饱，所以我们去买可乐饼。听说这边也蛮有名的，这种布拉希做的一些料理，所以我们去买。哪里？啊，そこに売ってる屋台。どっちがいい？パパはたこ焼きだけ。マリはコロッケ食べたい。シラスビールだって。ありがとうございます。
然后爸爸说还饿，所以买大锅鸭鸡。我们回去车上吃です。对。嗯，まあ。タコ入ってない？入ってる。全部どうしよう。うん。いいや。ここまで。しらすの味する？じゃあ私は先にコロッケを食べます。うん。裏なんだ。うん。なんだろう。这是フラッフィー的味道吗？シラスの味する？うん、なる。海の味？うん、はい。这里是野山，反正就是海边附近。然后呢，这个星巴克有一点变冷了，所以我们买个饮料。めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。バレンタイン限定だよ。ああ、そうなの。どうぞ。星巴克，因为今天爸爸陪我去江南玩，所以呢，请大家喝个咖啡。江，我们现在来到从小就很喜欢吃的面包店。买了这么多，明明就已经吃饱了，还买这些，到底吃多少呢？すごい。なんで青いんだろう。特別号なのかな。後ろにも緑がいる。可乐饼还有大锅鸭鸡就很饱了，爸爸呢还摆那个。其实呢，江之岛还有很多地方可以去玩，还有镰仓也有很多地方可以去玩。可是我们就是道地人，我今天跟爸爸一天的旅费差不多，只去了两个地方。今天的旅费差不多。要回去家里，然后因为今天比较早起，所以休息一下。たこ焼きちっちゃいたこ焼きだったからよかった。お腹いっぱいになんなくて。うん、ちょうどいい。あれ大きいミンダゴみたいなたこ焼きだった。ああ、もうちょっと嬉しかった。よかった。パパは湘南に来るのは久しぶり？うん、夏は来る。へえ。でも今日は天気が良くて良かった。夏の海を感じる。我也来第一次来海边，非常的非常开心。希望大家也看得开心，跟着我爸去我的长大的地方玩。希望疫情变好之后，大家也可以来玩。自己一个人今天。拍东西，当摄影师，当导演，然后主演。今天真的是感受到我是 YouTuber 的感觉。如果大家喜欢的话，帮我按赞、订阅，还有分享、开启小铃铛，お願いします。下次见。パパありがとうございました。